はい、ビションさん、今回何に関して言及させていただきたいかというと、気になるニュース、国際問題、国際事情などに関して取り上げさせていただいて解説させていただきたいと思います。今回気になったのは何かというと、これ産経新聞の記事なのでちょっと読ませさせていただきます。お題から、夫婦殺傷、ベトナム人逮捕、殺人未遂容疑、茨城の21歳農業実習生ということで、記事を読ませさせていただくと、茨城県八千代町平塚の民家で住人の大里勲さんが、76歳が刺殺され、妻の優子さんが腹などを刺されて重傷を負った事件で、茨城県警は優子さんに対する殺人未遂の疑いで近くに住むベトナム国籍の農業実習生、グエン・ディン・ハイ容疑者21歳を逮捕したということで、県警は大里さん殺害にも関与した可能性が高いとみて追及するということです。逮捕容疑は、8月24日午前3時10分ごろ、大里さん方で就寝中の優子さんの、腹部などを包丁で突き刺したとみられているということで、現場には血のついた包丁が残されていたことから、県警は近隣の店舗などの交流履歴を捜査。事件の、数日前に、八千代町内のホームセンターで、包丁1本購入した容疑者が浮上したということで、県警は容疑者の認否について明らかにしていないということです。これに関してです。まずこれから解説させていただく前にね、このチャンネル以外に、別にもう一ついくつかチャンネル持ってるんだけど、政治的なチャンネル、まあこれは事件なので、こういった問題に関してもこれからもね、こちらのチャンネルも言及させていただきたいんだけど、国際問題、が関わるもの、国際事情が関わるものに関しては、これからちょっとですね、別のチャンネルで主にアップしていこうと思ってます。こちらでももちろんたまにアップしようと思ってるんだけど、どのチャンネルかっていうと、前にもお伝えさせていただいたんだけど、自分のアキーラ、カタカナのアキーラね、テキーラアキーラ、アキーラ、海外、見聞録じゃなくて、これがアキーラ海外見聞録というチャンネルで、アキーラ、国際情勢ということで、国際情勢は漢字です。アキーラね、国際情勢チャンネル、裏画面にもね、一応その、リンクさせてますので、そこからチャンネル登録していただければと思います。そっちが主には、まあ、そういったものをね、言及解説させていただくものになるので、そちらに、まあ、主に興味のある方もいらっしゃると思うんです。でその方はそちらの方を主に見ていただければなと思います。こちらのチャンネルは割と柔らかくやるチャンネルなので、そこだけご承知いただければと思います。で今回そのお題に入らさせていただきます。このベトナム人というか、ベトナムに関してはかつてね、仕事で駐在していましたベトナムの、人々、ベトナム人と数多く接してきたので、その習性であるとか、ね、そういったことはよく分かっている意味です。その中で、今ベトナム人というのはね、自分の、知り合い友達なんかもね、いわゆるその人材派遣ということでベトナムから実習生を入れているわけです。で、そのベトナムっていうのは、かつては中国人の実習生が多かったんだけど、ベトナムに切り替わってます。なので今非常にその実習生としてはベトナム人が一番多く、そしてそれに比例するようにベトナム人の犯罪比率というのが増してます。犯罪検挙率ですよね。だから外国人の犯罪、という件で、件数で言うと、いわゆる中国人を抜いているというのが実情です。ここに何が背景があるのか、もちろん数がね、上がってくれば、それだけ、まあ、犯罪率も増えてくるわけだけど、まあ、ベトナムという国ね、自分の、まあ、正直駐在したらベトナム人いいやつ多かったんだけど、ただやっぱり悪いやつはね、悪いやつ多いのかなって感じしました。これはやっぱり、国籍、国民ね、そういったものでみんなね、例えば世界を知らない人々がいるわけです。自分の場合は今まで留学、仕事、英語を習得してね、長期留学で英語を習得して、TOEIC 850点持ってますので、その語学力を持って、まあ、いわゆる世界各地、120カ国以上数十万人の外国人を接してきました。その中で分かること。だから言葉をまともに喋れずね、外国人とね、意思疎通を全くほとんどできない状態で分かった気になってる人もいるんだけど、それは絶対全然真相分かってないと思うんです。やはり言葉ができて意思疎通を図り、深い言葉の意思疎通ね、だからちょっとした英語しか喋れない人、勘違いした英語能力の人も多いと思うんだよね。だけど、その英語力で実際話をしてってね、あんまりも深く根掘り葉掘り聞こうができないっていう人いて、それでなかなか気づくことができないのかなって感じはしてしまうんだけど、いずれにしてもやっぱりその自分の場合はやっぱり仕事においてもね、多くの外国人の働いてきたので分かることなんだけど、正直ちょっとベトナム人に関してはね、まあ駐在してる身でベトナム人の友達も多いのはあんまり言いたくないんだけど、手癖が悪い人多いです。これはまあ犯罪ここまで行く、いわゆる殺人事件までってちょっとね、あんまり多くはないのかもしれないんだけど、それでも日本より多いですからね、相当ね。
窃盗系は特に多いです。盗むね、ヤギを盗んだり、ヤギ鍋って向こうで流行ってるんで、ヤギを盗んだりとか、あとは例えばホテル、四つ星のホテルで、これどう見てもね、ホテルの四つ星ですよ。そこら辺に安い宿じゃないんですけどね、四つ星のホテルの従業員がお客さんの置いてあったベッドとかに置いてあったものを盗んだりとかね、そういうことはよく起きてました。だから手癖が悪い、これは事実です。そして、まあ、このような形で殺害されてしまったんだけど、まあ、自分のまあ、田舎もね、静岡県ですけど、やっぱり最近やっぱりベトナム人結構見かけるようになりました。だから茨城なんかもこの町、町ですよね、だから田舎だと思うんだけど、どのような経緯でこの家に入り込んだのか分かりません。田舎だと今でもね、なんていうか、あの施錠せずにいる家庭も結構いると思うんですけど、施錠しないところをね、鍵をしないところに入り込んで犯行に及んだ可能性も十分高いです。まあ寝てたということは夜なんだろうけど、だから例えばね、網戸にして、暑いから網戸にするじゃないですか。そうするとそこから侵入してきて、で、なんか物を取ろうとして物色して抵抗されて、で殺されちゃったということあり得ると思うんです。で、そういったことがあるわけです。だから実習生でよくね、もう一つ言わさせていただきたいのは、実習生が、例えばそのベトナム人のいわゆるその実習生が給料低いって、実習生ですからね、社員じゃないですから、それは当然のことですよね。実習生ってのはそんな給料を与えるわけじゃない、実習に来てるわ、教えてるわけですから、それはその当然の通りなのかなって感じはするわけです。だからそこら辺がちょっと勘違いしてね、メディアが流すそういった情報に、嘘の情報に流されてる人もいるんです。これだけちょっとはっきり言わさせていただくと、実習生は給料高くないのは当然のことなんですということです。ということで、ただね、自分のだから口利きでやってる、いわゆる人材派遣でやってる人に聞きますけど、まあね、そういった住むとこを提供されて実習生で、で、ね、貯金できて送るぐらいのお金ができてますよ、実際はね。で、とにかくこのベトナムということで、今中国人以上にね、犯罪者がすごく多いということで、十分注意していかなければならないのかなって感じはしてしまいます。で、実際例えば日本に入国して、他にも起きてることね、入管とか外務省関係にもいっぱい知り合いがいるので、そういったところの情報を得てますけど、その中でやはりね、逃亡する、ね、不法滞在、結構こういったことが多いです。だからこういったところね、今日本というか少子高齢化が進んでます。昔のように例えば、工場で働く人々、中卒高卒という人々が減ってますので、いわゆる大卒だ、どこでもよければ大学入りますからね、大学全入時代です、自分の時は違ってね、親とかね。だからその時代の中で工場でね、給料はいいんじゃないかなと思います、工場でね。だけどその大変できつい汚い、ね、3K と呼ばれているところ、なって、なかなかそれで働こうと思う人がいないと思うんです。その中でどうしても少子高齢化、人が足りない、日本人が働く人がいないということで、外国人を受け入れなければならないのが事実上です。ただよくね、皆さんがここで自分はちょっと提案させていただきたいんだけど、外国人が、まあ、労働者が来る工場で働いてる人多いわけじゃないですか、まあ、実習生もいるわけだけど、工場の部分に関しては、まあ、結局メイドインジャパンというか日本製品にこだわるわけだけど、日本製にするってことは日本に工場を設けて生産拠点を日本にしてるわけする。そうすると日本人が働く人がいないわけなので、外国人をどうしても入れてこないといけないわけです。それならばね、もちろん日本メイドインジャパンが一番いいんですけど、日本産が一番いいんだけど、それならばやっぱり外国で生産拠点、もちろん今メーカー数をほとんどのメーカーはね、外国に生産拠点持ってますけど、日本じゃなくて外国に置いてそのまま現地で採用した方がいいって言うんです。これはやっぱり移民の問題も考えてね、大体そっちの方がいいと思うんです。だからそこのところ全く分からずにね、いわゆる保守を自称する人々の中に、国産、日本産を外国人移民受け入れ反対とね言ってる方々がいますけど、2つはね、なかなかうまく言えることはできないってことを、しっかりとその事実を認識する、これは重要なのかなって感じがします。いずれにしてもね、今回こういった事件でね、外国人による犯罪、外国人の友達も非常に多いけど、やはりね、自分はまっとうな人間です、正義ということで、やはり悪いことは悪い、正していく、言わないといけないね、社会の不条理を正す、そういった活動にも従事していきたいと思ってるんだけど、このような外国人による、犯罪、もちろん戦争終わった後にいわゆる朝鮮半島からね、戦勝国民といって朝鮮の人々が暴れて日本人を殺害、強姦、ね、
強盗、キセル、まあいろんなものあったわけだけど、そして日本、ね、密入国してきてね、あの朝鮮戦争の戦火が逃れたのに、かなり、ね、悪さをしたのは事実です。そして、バブルの、崩壊以前に、やはりその同じように工場で働くということで、主にブラジルとかね、他に中南米諸国からもいろいろ来たわけだけど、まあ、それがやっぱり不良外国人化していたりもするわけです。イランとかね、ナイジェリアとナイジェリアでも多いですよ。そういったところは我々はしっかりと日本人は考えていかないといけないし、そこら辺はね、怪しい外国人がいた場合はしっかりと入管に不法滞在している可能性ありますので、通報する、これは重要なことかなって感じはします。世界を股にかけて滑走して外国の友達も多い自分ですけどね、やはりしっかりとした日本というね、国、これは、安全が、世界的には治安がすごくいい国です。その治安を悪化させる人々は許すことができませんので、言及させていただきました。